子は十二子の一つ。通常十二子の中で第一番目に数えられる。寝年とも言う。前はい次は牛である。なお、現在の暦では、寝年は通常順年となる。寝年でうるう年にならない年は、前回は1900年、次回は2200年であり、必ずえとは、孔子となる。古くから中国では当時を含む月を小月と呼んだ。 コア十二死の一番目であり、新たな生命の主が宿る時とされており、旧命が滅ぼし、新種が宿るため、コア十二死で唯一、消滅同婚、新旧同婚の死となる。時刻に関してもこの時刻は23時マイナス0、59? となっており、旧から再来と切り替わることを意味する。集大では、当時の日を新年とし、小月を1月としていたが、 寒内に王朝が変わると夏暦読みが再び使用されるようになり、正月が虎月立春に移動し、虎月を1月とする夏暦読みが2000年以上も続き、現在の中国でも夏暦読みが使用されているが、歴法上では小月前半、後半の境目である当時が1年の始まりとなる。一様来復とは当時を意味し、新年の到来、悪いことが続いた後で幸運に向かうこと。 陰気が極まった後に冬至を境に陽気に向かうことを意味し、陰暦10月は羊猿家、11月はまた家にあたり、影ばかりの中に火が戻ることになり、また家とは冬至のことである。天文や二十四節気の平気法では冬至を一年の起点としている。この時刻は二十三時マイナス0、59であり、二十四節気を24時間上に例えると、 小月後半の最初にある当時は0時の1となり、次の24時間周期への移行となる。物理上は1年間の絵とは、当時で切り替わることになる。24山を考慮した上で十二子を12年周期で、見てみると、新たな12年周期に切り替わるのは、寝年後半の最初である下市ということになる。12年間を24時間に例えると、 井戸市から根戸市への移行時の当時は23時となり、その時点では92年周期。根戸市後半の最初である月始が12年周期の開始地点の0時に位置する時期となる。時刻と12年周期の称号表、漢情率歴史によると、子は、字。新しい生命が種子の中に刻し始める状態を表しているとされる。後に覚えやすくするために、 動物のネズミが割り当てられた。以下のような話が伝わっている。神が十二子の動物を決める際、家の門の前に来た順番に決めることにした。牛は動きが遅いからと真っ先に出かけ、一番に門の前に着いた。しかし、門が開けられるとき、牛の頭の上に乗っていたネズミが、牛の前に飛び出たので、ネズミが一番になったという。なお、 猫も十二支に入れてもらおうと準備をしていたが、ネズミが集合の日をわざと間違えて教えたので十二支に入ることができなかった。それで今でも猫はネズミを追いかけ回すのだという。他の話として候補の動物たちが順番を投票で決められることとなった。しかしネズミは私は体が小さくて誰の目にも入りませんと言った。神は承知してネズミを大きくした。 人々は大きなネズミに驚いて、ネズミを一番に投票した。株式相場の格言に、タツ天井、馬尻下がり、未シン親友騒ぐ。犬は笑い、生かたまる、子は繁栄、牛はつまずき、虎地里を走り、うは跳ねるがあり、寝戸の相場は繁栄すると言われる。また、寝戸には、政変が起きやすいジンクスがあり、実際に、戦後の寝戸で七回中、 六回政権交代が発生している。金融市場ナウファイナンシャルマーケットレビューボリューム121日清アセットマネジメント2020年1月13日閲覧1948年、片山明内閣総辞職、足田氏内閣発足、総辞職第二次、吉田内閣発足1960年、岸信介首相退陣 池田隼人内閣発足。1972年、佐藤栄作首相陣表明、田中角栄内閣発足。1996年、村山富一首相大臣、橋本龍太郎内閣発足。2008年、福田康夫首相大臣、麻生太郎内閣発足。2020年、安倍晋三首相陣表明、菅義偉内閣発足。なお、 政権交代が発生しなかった1984年にも政権与党である自民党内で権力闘争が発生している。安倍政権後根寝氏は政変を繰り返すか首相一族は過去に柔軟。産経新聞。2020年9月26日閲覧。ジンクスまた、ネズミ年の首相辞任戦後7回中6回。日刊スポーツ。 2020年9月26日閲覧。日本テレビ。昨夜、菅内閣が正式に発足。日テレニュース24。2020年9月26日閲覧。ありがとうございます。